はい、皆さんこんにちは。ということで今日はね、タイトルにもある通り世界一周の荷物紹介をしていきたいと思います。で、ちょうど今ね、ドイツのレナの実家にいまして、明日ね、ウクライナに飛びます。というわけで荷物紹介をしながらパッキングをしていこうかなと思います。はい、ということでまずはね、僕の使ってるバックパックの紹介からサクッとしたいと思います。僕が使ってるのはグレゴリーっていうブランドのバルトロ95プロっていうバックパックを使ってます。なので比較的大きいですね。95リットル入るバックパック、このバックパック画期的なんですよね。普通のよくあるバックパックってバックパックの上の部分、ここがガバッて開いて、でここから手突っ込んで中の荷物を取るみたいなのが普通なんですけど、このバックパックは前面部分、ここがなんと開いちゃうんですよ。でこれにね、一目惚れして、まあこのバックパックを使ってるっていう状況ですね。今バックパック探してる人はこのバックパック、ちょっとね店頭とかに行ってね、実際に触ってみてください。一応概要欄にもね情報載せとくんで、まあ、参考にしてみてください。というわけで使ってるバックパックはグレゴリーのバルトロ95リットルプロっていうのを使ってます。じゃあまず世界一周で、まあ、絶対に必要になる必需品みたいなのを5個紹介します。まず1つ目、ティッシュペーパーです。はい、ティッシュペーパー、これはね、まあ、僕みたいによくお腹を壊す人特に必要なんですけど、東南アジアとかアフリカとかって、まあ、トイレはあってもトイレットペーパーがないみたいなことって頻発するんですよ。このねトイレットペーパーを1個入れとくと安心ですね。私ね、これに何度も助けられました。ワンロール常備しとくと、まあ、心のね精神安定剤になります。次2点目、2点目にめっちゃ重要なのがこれ、タオルです。速乾性のあるタオルです。まあ、僕使ってるのはモンベルのタオル使ってるんですけど、バスタオル代わりになるこういうね、ペラペラの、夜シャワー浴びたら次の日の朝には確実に乾いてるんで、まあ、こういうねバスタオル1枚持っとくと便利です。でこれもね、いろんなねアウトドアブランドさんからいろんな種類のやつ出てるんで、まあ、自分のね好きな色とかデザインのやつを選んでもらえればいいかなって思います。まあ一応ねこれモンベル、僕が使ってるからモンベルを使ってます。次3つ目、3つ目はこいつですね。はい、サンダルです。一番活躍できるのがホステルでシャワーとかトイレ行くときに活躍します。まあ特に東南アジア、アフリカ、南米、本当にみんなが思ってる以上に世界のトイレとかシャワールームって汚いんで、これサンダルがあるとすごい助けられます。まあ、日本にね慣れてると、まあ、そこでねギャップを最初にね食らわされます。絶対に持っていってください。はい、続いて4つ目、4つ目はこちら、ロックです。あの南京錠とか、まあ、こういう風にね伸びるワイヤーがついてるロック、まあ、ホステルでドミトリーに泊まったりすると、自分以外にも他のね旅人とかと一緒に10人ぐらいで泊まるっていうことはよくあるんですよ。でそういう時に寝てる間にこのねバックパックが盗まれるケースもあるんですよ。あるんで、まあ、こういうね自分の大事なバックパックを自分のベッドのねポールとかにこのロックで引っ掛ける。まあね、ホステルなんかで言うと一応金庫とかもあるんで、携帯とかねパソコンとかカメラとか財布とかのね貴重品はねその金庫に入れるんですけど、まあねこのバックパックにもね服とかいっぱい入ってて盗まれるとやばいんで、こういうのをポールにくっつけるために使います。5つ目です。5つ目はねこちら、まあ、旅慣れしてる人はね当たり前なんですけど、コンセントの変換器です。でプラスそれとセットで言いたいのが箱足配線で、ホステルに泊まってドミトリーに泊まっちゃうと意外とねコンセントが少なくて、まあ、コンセント争奪戦みたいなことが周りのベッドの人と起きちゃうんですよね。でそういう時に、まあ、これあって自分でねここで拡張できて、特にパソコンとかねカメラとか持っていく人は変換器と箱足配線ぜひね持っていくとおすすめです。以上がね特におすすめの荷物5選ということで、こっからまずは最初に紹介するのが、まあ、服かな。服ですね。服、世界一周してる他の旅人さんとかだと、まあ、荷物をね最小限にするために、まあ、T シャツを例えば2枚とか3枚で
まあ、常にね、夜シャワー浴びるときにその着てた T シャツも洗って次の日もまた着るみたいな、着回しで着回しでっていうタイプの人もいるんですけど、ざっとこんな感じです。まあ T シャツ、タンクトップ、まあこんな感じですね。別におしゃれでもないんで、はい、こんな感じです。でまあ一番お気に入りはね、これですね。これはね、まあまあお気に入り。まあちょっと話それちゃうんですけど、これアフリカで買ったカラフルな民族色が強い、まあ、エスニックな、ね、T シャツなんですけど、これねお気に入り でしかも500円とかだったかな、安かったんで、まあ、もうちょっと買っておけばよかったなって感じです。で、まあ、中ズボンがこの薄いやつが1、2で今着てるのが3、デニムの、まあ、中ズボンが1枚、まあ、あとはタイパンですね、サラサラの半ズボンが1枚、こんなもの持ってってます。なので、まあ、基本的に、ね、10日間はサバイバルできますっていう感じ。まあ、フック、ズボンね、OK。続いて何を持ってってるかっていうと、で下着ですね。下着もやっぱね10日分ぐらい持ってってます。世界一周に持ってきた下着は全部ユニクロで揃えました。まあ、理由としては乾きが早いですね。寝る時に着る下着はエアリズムだし、パンツもエアリズムで、なるべく速乾性のある生地を持ってってます。なのでユニクロで揃えてます。基本的にはね半袖とかタンクトップで過ごしてます。でこれはね一個ポイントなんだけど、僕らの世界一周って西回りとか東回りみたいな、そういうルートで僕ら世界一周してないんですよね。最初にね行きたい国を、まあ、2人で話し合ってピックアップした後に、それぞれのね国の、まあ、ベストシーズン、まあ、暑すぎず寒すぎずみたいなベストシーズンをこうマッピングして、でどういう順番で移動していった方が最適に世界一周できるかっていうのを最初にねレナがね考えたんで、服は半袖タンクトップで、万が一の時に備えてウルトラライトダウンっていうぐらいですね。はい、そんな感じ。レナがね頭いいんですよ。続いて紹介すべきなのがこれですかね、薬です。まあ、日本からいろんな薬を僕は持ってってます。胃薬とか腸の整える薬とか下痢止めとか、これはねもう必須です。お腹の薬、風邪薬、酔い止めぐらいかなを持っていけばいいかなと思います。まあこれに関してはね先生に相談すれば、まあ2ヶ月分ぐらいはね多分出してくれるんで、自分の通ってるねクリニックの先生と相談して決めてください。はい、そんな感じ。あとはね本当に小物系ですね。例えば、まあ、予備のね、メガネ、まあ、このメガネが壊れたり、盗まれるとかねえか、まあ、壊れた時用の予備のサングラス、メガネだったり、小物の中でも持ってた方がいい3点セットみたいなのがあって、まあ、それがね、これなんですよね。アイマスクと、スーツマスクと、耳栓。まあ、世界一周でね、ホステルのドミトリーに泊まる時って数多くあると思うんですけど、そのドミトリーでね、一緒になった部屋の人がね、意外といびきがうるさかったり、まあ、夜中なのに何にも気を使わずにドアとかガタガタ開けたりする人も中にはいます。日本人でそういう人見たことないんだけど、まあ、外国人だとね、そういう人も中にはいるんで、まあ、そういう時に鬱陶しいなってなったら、まあね、このアイマスクと耳栓つけて寝ると、まあ、快適に寝れます。なのでこの辺の小物は持っておくといいかもしれないですね。あとは、まあ、体拭き拭き、ゴシゴシシャワーで使うやつ、これね海外でね意外と売ってないんだよね。これ本当に不思議なんだけど海外で売ってないんですよ。これだからもしねこれじゃないと洗った気がしないっていう人は日本からちゃんとね持ってった方がいいです。寝袋ですね。これねコクーンのトラベルシートっていうシーツです。たまに使ってました。特にアフリカかな、ホステルとかね泊まったりテントで泊まったりした時にシーツが鬼のように汚いところってあるんですよ。まあその上にねサッと1枚引いて寝れたりする、そのためにねこのトラベルシートっていうのは使ってました。なのでこれ意外とね使えると思います。で、そうだこれだ、まあ、こういうねでっかいバックパックはもちろん必要なんですけど、こういうねデイパックとかこういうちっちゃいボディバッグみたいなのも必要です。基本的にはある新しい街に着いたら最初にホステルに行って自分のねでかいバックパックは置いて、必要なね携帯とか財布とかボディバッグだったりこっちデイパックに詰めて街をね観光するっていうスタイルになっています。はい、もうほとんど全部紹介しましたね。長いね、長い、本当に長い、いろいろ紹介しましたけど、まあ、僕で言うと、まあ、こういう風にね動画撮って世界一周をしながら、まあ、編集して配信してるんで、まあ、機材ですね。ちなみにパソコンは MacBook Pro の13インチ、2017年だったかなバージョンを使ってます。ハードディスクみたいなのも、このハードディスクってちなみに分かんない人のためにちょっと説明すると、動画とかって撮ってデータをねこのパソコンに入れるとすぐパソコンがね
容量がパンパンになっちゃうんですよ。それを避けるためにこのねハードディスクっていう外付けの箱にデータをね移して、こっちにねデータを持つようにして、常にこのパソコンの中のね容量を軽くするっていう、そのためにねハードディスクは持ってってます。はい。で、あとカメラ、カメラはパナソニックのルミックスの G8 使ってます。で、レンズはねパナソニックじゃなくてオリンパスのプロレンズ使ってます。まあこれもね概要欄に載ってるんで、もしね興味があれば見てください。意外とこうなんか、あ、これ最後、これもしかしたら一番大事かもしれないね。味噌汁です。これ飲むと本当ね日本を思い出すんで、まあ、世界一周1年以上行く人とかね、1年以上日本に帰れないっていう人はなんかねこういう、まあ、インスタントでいいと思うんで、日本をね思い出せる味を持っとくと、これ本当大事。しかもね日本のインスタントってめちゃめちゃレベル高いから、下手にね海外のレストランのスープ飲むより全然こっちの方がうまかったりするしね。はい。なので味噌汁持ってってます。はい。まあこんな感じかな。まあ僕今こんだけいっぱい持ってってるんですけど、これ全部ねカバンに詰めるとだいたい18キロ、20キロいかないぐらいかな、18キロぐらい。僕が持ってかなかったもので、これ持ってった方が良かったなって思うものが1個あるんで、それを紹介します。ムヒです。ムヒわかる？蚊に刺された後にこう塗って、ムヒで、ムヒもうわかるよね、日本人だったらね。海外にも虫除けスプレーとか虫を防止するスプレーとか薬とかクリームとかはあるんだけど、刺された後に対処するっていう薬がなくて、ムヒはね1本本当に世界一周するんだったら持ってった方がいいです。はい。そんな感じで、まあ、世界一周をね経験した僕の荷物を紹介しました。なんかね別にそれいらないでしょって思うこともあったと思います。ただね一つのねサンプル、まあ、例としてね長期旅行を考えてる人の、まあ、荷物選択の参考になればなと思って動画を作りました。てな感じで、まあ、今日はこんなもんで終わります。明日このドイツのレナの実家ミュンヘンからウクライナのキエフに飛びます。なので多分次の動画はウクライナのキエフの動画になると思うんで、というわけでまた次の動画で会いましょう。バイバイ。よいしょ。紹介動画が終わったら荷物がぐしゃぐしゃになりました。というわけで荷物入れていきます。原発事故が起きた現場チェルノブイリに今日はツアーで行きます。うわ、カレンダーだ。1986年じゃない？やば。